はい、どうも皆さん、こんにちは。ドライブと申します。今回はカフェ防衛で使えるアザミの牙バリアポジを紹介していきたいと思います。もしかしたらね、中には知っている方もいらっしゃると思いますが、よろしければ最後まで見ていってください。で、早速なんですが、一つ目がこの天窓からね、車線を切る牙バリアとなっていて、それがここですね。ここに投げていただくと、このように牙バリアが展開されるので、上からの車線をカットということができます。よくここにね、ショックワイヤーとか補強していただいて、ショックワイヤーとか置いているのもこの牙バリアでね、守ることができるので、まあガジェット破壊がなかなか難しくなるんじゃないかなと思います。まあね、フラグとかも投げ入れられることもあると思うんですが、まあ、ADS とかワーマイディスクをこの辺とかに置いといていただくと、なおショックワイヤーやらここで守る人がね、戦いやすくなるかと思います。こっちも同様で、ここに投げていただくと、ここの車線を切ることができるので、非常に強気でね、リークすることもできるし、守ることもできます。それともう一つなんですが、ここにもね、牙張りを展開していただくと、ここの車線が切れるので、よくここで足元打たれたりということはあると思うんですが、もう上の窓のね、車線を気にせずにショップと打ち合ったりすることができるので、まあ牙バリアが、まあ、余ることはないと思うんですが、ひたすらね、上でずっとロックしてるやつがいるとかなってくるとね、こういう牙バリアもありなんじゃないかなと思います。で、次はこの白通路ですね。白通路に使える牙バリアを紹介していきます。大体白通路っていうね、ここの窓の車線が怖いんですよ。このダクトの上からで車線を通されたり、サカラペで車線を通されたりして、このシガラウンでね、守ってる人がちょっと守りづらいんですよね。あそこをラペられると、そういう時に車線をカットするキューバリアでここに投げてもらう。そうするとね、完全に車線を消すことができるので、シガランを守りやすくなったり、白通路を行き来することができやすくなったりします。そしてもう一つ、これに合わせてここの金の帯みたいなところに投げてもらうと、こういう牙バリアが展開されるんですが、この棚じゃないな、この木の上に乗って頭一個出して白通と戦うことができるという牙バリアとなっていて、この牙バリアがこの窓を押さえ、車線を切ってくれているので、安心してね、背中は安心してここと戦うことができる牙バリアとなっております。で、これも ADS とかをね、まあこういうところ、こういうところに置いていてもらったり、ワーマイディスクをこういうところに置いておいてもらうとね、フラグとかの心配もないんで、まあこれも非常に強力な牙バリアとなっております。はい、次はね、シガーラウンジで使える牙バリアポジを紹介していきます。これはね、だいぶ有名だと思うんで、知ってる方も結構多いのではないかなと思います。よくね、プロの選手とかも使うんでね、それがここ、このソファーの通りつけると、ここでショップやこの赤貝の割れたところと戦うことができる牙バリアとなっております。これ1枚あるだけで、ね、だいぶ相手からすると厄介な牙バリアになってるんでね、この裏で耐えられると非常に強力な牙バリアになっております。で、ここに牙バリアを展開すると、必ずと言ってほどラペリングが来るんですよね。で、まあ絶対条件として窓ガラスは割っておきましょう。で、ここの窓の車線を切る牙バリアがここですね。こういう展開すると、この2枚の窓からの車線を切ることができるのでね、ちょっと強気で戦うことができます。そしてもう一つ強い牙バリアがあって、それがここの辺かな、
に投げていただくと、しゃがみで頭隠れて、立ちでピークして、このワルポとね、戦うことができるキババリアが展開することができます。これも結構強力で、なかなか敵からしたら鬱陶しいキババリアとなっております。仮に、ここが割れたとしても、あのキババリアのせいで進行ができなかったり、あっちに集中しすぎると次こっちからの射線が怖かったりで、なかなかね、2人がかりで力を抑えるとだいぶ強いんじゃないかなと思います。ここもね、やっぱり窓が怖いのでそれだけ注意ですね。で、それとあとよくここでも守ることがあると思うんですが、ここは先ほど紹介したここにキババリアつけるのと、あと、ここですね。ここにキババリアを投げてもらうと、あそこの窓の射線も切ることができるので、で、次展開シールドや、何かをここに置いていただくと、だいぶ、さらにね、硬いシガーラウンジ守りができるのかなと思います。はい、続いてですね、このビーモの机の裏で、このショップと戦いながらね、ひたすら守るときに活躍するキババリアを紹介していきたいと思います。よくね、ここ。こうやって柵を壊してね、行き来できたり。で、ここでね、ひたすら守ってる人がいると思うんですが、そういう時にね、この階段からの車線と、この窓、2つの車線が怖いんですけど、それをね、守るために、まず1つ目、ここにキババリアを投げる。そうすると階段からの車線をカットすることができます。で、もう一つはここに投げていただく。で、よくここ補強して、今キババリアつけてるローテーストホールを作ってると思うんですが、これ、ちょっと右寄りになっちゃうんですが、一応通ることもできるんで、問題はないかなと思います。ただここはね、トップからの車線が通っちゃう。ちょっとここだけは注意かもしれないですが、一応ね、ローテッドホールは作ることができるので、ここの車線も切りつつ、通ることもできる、キババリアです。それとあとここが、ここですね、机の角につけていただくと、この車線も消すことができるので、ちょっとね、かなり守りやすくはなるんじゃないかなと思います。どうしてもね、ラペリングとか、されるとね、ここをどかされてしまうんで、非常にここの車線ってだいぶ強いので、このワンパー中覗いたり立ちでピークされたり、いろいろここはね、フラグとかじゃないとどかすことが難しくなってくるので、強力な車線です。ここもね、 ADS とかこの辺、バーマイディスクをこの辺とかにつけておいてもらうと非常に耐えれるのではないかなと思います。はい、最後がですね、キッチン守りに使えるね、キババリアを紹介していきたいと思います。そして一つ目がここの、ここですね、ここに投げていただくと、このね、空いてる車線を消すことができつつ、この隙間からね、打ち合うこともできるので、非常に、これは絶対あった方がいいキババリアの一つとなっていますね。この裏でずっと耐えられるので、敵もね、なかなか割ったけれど入りにくいとポイントになっています。普段はね、こういうところで伏せるとかしか逃げれなかったんですが、体は隠せなかったんですが、キババリアがあることによってね、堂々と逆に戦えるポジに変わってしまうので、非常に強力なキババリアとなっています。もう一つがここですね。追い投げていただくと、この入り口と戦うことができます。これも強いですね。ただやっぱりキババリアはフラグが怖いので、 ADS とかワンマイディスクをこの辺につけといてもらって、
その辺の投げ物妨害をしっかりいただけるとかなり強い防衛になると思います。でここで守っている人が怖いのが この割れた時の射線なんですが、まあ、ここに投げていただくと一応射線は切ることができます。ただねこれ使うかどうかはね時と場合によって、まあ、ここで設置入られるとここの牙バリアが邪魔で設置を止めることができないっていうこともなってしまうので、まあ完全にその時の状況次第ですね。裏がこっち側攻めが厚くてベーカリが少ないとかなってくるときに使うといいんじゃないかなと思います。そしてもう一つがですね、このベーカリー守り、ベーカリー守りに使えるキパバリア、それがここですね。ここにつけていただくとよくねこのスモールベーカリーからエースやら火花がこの壁を壊すんですけど、その時にもう一つキババリアの壁ができているという非常におすすめなキババリアとなっております。ここの壁が壊されてもね全然ビビらずにベーカリーを守ることができるので非常におすすめです。でもう一つなんですが、まあ、ここ基本みんな足元開けてこっから見る人もおると思うんですが、こう横補強して目線でね穴を開けていただいて足元にキックナイを投げる。そうするとここで一応ね打ち合うことができるっていう気ばかりだとなっております。これなかなか怖いですけど、まあ意表をつくことはできるんじゃないでしょうか。これはどっちでもいいって感じですかね。まあ、一番覚えておいてほしいのはここの牙バリアとこの牙バリアですね。この2枚は本当に強力なのでぜひ使ってみてください。はい、あと一つなんですけど、準備室、この準備室の進行を抑えることができる牙バリアとなっています。で一つがここでここに投げていただいて、もう一つがちょっとこの辺かな、この辺に投げてもらう。そうですね、このちっちゃい穴ができるんでここで打ち合うという、もうちょい下にやるとねさらに細いちっちゃい穴ができるんでね非常にエッチな射線ができます。こんな感じですね、敵から見るとこっから見てくるんで。はい、これでカフェ防衛で使えるアザミの牙バリアポジ紹介を終わりたいと思います。もしこの動画がね参考になったよという方がいらっしゃればチャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いします。他にもねここの牙バリアポジが強いよっていう場所があればコメント欄にねぜひ書いてもらえると助かります。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。